カリニン,ンゲル・モニカ・ニルソンは、スウェーデンの女優、歌手である、インゲル・ニルセン、または、インゲル・ニルセンとも、子役としてデビューした。主に1969年のスウェーデンのテレビシリーズ、長靴下のピッピで長靴下のピッピを演じたことで知られている。このテレビシリーズは編集され、1969年に日本の映画として公開された。 1970年続編となる2作の映画でもピッピを演じた。現在はストックホルムで秘書として働いており、時折小さな舞台に出演している。1970年にフィンランド・ヘルシンキを訪問した年のインゲル。ヘルシンキアイスホールでフィンランドのピエロ・オンニギデオンに会っている。長靴下のピッピに配役された時、ニルソンは8歳であった。 最初に彼女はテレビシリーズに出演し、次に3本の長編映画に出演した。長靴下のピッピの後、医療秘書として職業訓練を受けたが、俳優としてのキャリアを追求することを選択した。ニルソンは、とりわけ、エストゲタ劇場の小道具係を務め、いくつかの儀曲に出演した。2007年以来、ニルソンは、ドイツの TV チャンネル ZDF のテレビシリーズ、 部と、海に、位病理学者エヴァ役で出演している。1975年、ニルソンはテレビシリーズのピッピ役で TP デオロ賞の最も人気のある登場人物賞を受賞した。ありがとうございます。